なんか臭い。すごく臭いんじゃなくて、微妙に匂いが漂ってくるんだよ。この微妙に漂ってくる感じが逆に気になるんだよな。カリの住んでるところの1階が飲食店だから、何か作ってるのかな。あー、匂いの原因が気になる。ジロ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 、なーに、カリンちゃん、ジロジロ見て。ケイちゃん、なに、ニンニク食べた？食べてないよね。じゃあなんだろうこの匂い。ちょっとカリンちゃんひどいんじゃない？なんで？匂いの原因をレディのチャイにするなんて。あー、ごめん。そうだ、昨日ニンニクラーメン食べてた。チャイちゃんどうしたの？はい、なんでもないよね。あー、やっぱり気になる。何かしらね。匂いの原因がわからないと落ち着いてくつろげないよ。出た、カリンちゃんの原因がわからないと落ち着かない病。どうしてこんな病にかかってしまったんだ。大丈夫カリンちゃん、臭くても死なないから。そうだね、なんか他のおっぱいのことでも考えるよ。またそのことばっかり。うわ、匂い強くなった。やば、なんだこの匂いは。こっちの方からってことは分かってるんだよ。あ、もっとこっちの方かも。ちゃちゃん、そんなニンニクの香りがするはずないよね。まあまあ、メロン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 、まあ、シュンシュン、あ、シュンシュン、あ、シュンシュン、まあ、うわ、これだ。ニンニクマシマシ。口で息しよう。チャイも口で息しよう。チャイちゃんはやめておくれよ。ニンニクマシマシには。ブレスケア。